カール・アンソニー・パバーノは元野球選手。ポジションは投手。ウトを右打ち。アメリカ合衆国コネチカット州出身。ニューヨーク・ヤンキースに憧れ、少年時代から野球を始め、サウジントン高校へ進学。1993年1994年と2年連続で州のベストナインに選出され、大リーグのスカウトから注目され、1994年に、 ドラフト13巡目でボストンレッドソックスへ入団した。1994年はルーキー級、1995年は A 級に在籍。1996年は A 級のトレントンサンダーでリーグ1位となる16勝、防御率2.63を記録し、リーグ最優秀選手に選出された。1997年は肩を痛めたため開幕を、 故障者リスト入りで迎えるも、トリプル A 級のポータケットレッドソックスで11勝6敗、防御率3.12を記録し、よし球率1.78は、先発投手としてリーグ最高となった。ブライアン・ローズと共に、将来は、サンディ・コーファックスとドン・ドライスデール以来最強の投手コンビの誕生かと言われたが、シーズンオフの11月18日、 ペドロ・マルティネスとのトレードでモントリオール・エクスポーズへ移籍。1998年のスプリングトレーニングで右肩痛が再発したが5月23日に22歳でメジャーデビューを果たした。9月27日のセントルイス・カージナルス戦ではマーク・マグワイアに70本目の本塁打を与えた。メジャー1年目は24試合に登板し6勝9敗を記録した。 2002年7月11日に、クリフ・フロイド、ミルトン・エレロ、クラウディオ・バルガスとのトレードで、グレアム・ロイド、マイク・モーデカイ、ジャスティン・ウェインと共に、フロリダ・マーリンズへ移籍。2003年22勝、ポストシーズンでは8試合に登板し、3勝と防御率1.40を記録して、ワールドチャンピオンを経験。2004年には、オールスターゲームに初出場し18勝を記録し、 サイヤング賞の投票数は6位。シーズンオフの11月3日に FA となり、ストーブリーグの目玉選手の一人として激しい争奪戦が繰り広げられた。新シシナテキレッツやボストンレッドソックスなども興味を示す中、4年総額3995万ドルでヤンキースへ移籍した。2008年8月26日ヤンキース移籍1年目の2005年。 ほぼ14日で登板していたが、6月27日の登板を最後に故障者リスト入りした。17試合に先発登板し、4勝6敗でシーズンを終えた。2006年は故障のリハビリのために全休。5月に肩の関節の有利軟骨を除去する手術を受け、8月にキャッチボールを再開したが、自動車事故を起こし、アバラボネオール重傷を負った。 2007年は4月2日に開幕投手を務め、4月9日に2回目の登板を最後に離脱し、シーズンを終えた。契約最終年となった2008年は8月23日にシーズン初登板。その後先発ローテーションを守り、7試合に登板して4勝2敗、防御率5.77でシーズンを終えた。結局、成り物入りで加入したヤンキースに在籍した4年間で、 登板はわずか26試合と散々な結果に終わり、この4年契約は過去ヤンキースが結んだ FA 契約のうち最悪のものの一つとみなされている。このようなファンの思いはパバーノがヤンキースを離れた途端復活し、ヤンキース戦でしばしば高騰を見せたこともあって、一層増幅された。11月4日に FA となった。2009年1月6日、 クリーブランド・インディアンスと年俸150万ドルの1年契約を結んだ。8月7日に後日発表選手との交換トレードでミネソタツインズに移籍した。このシーズンは復活し、両チームで14勝を挙げた。オフの11月7日に FA となった。2010年1月19日に年俸700万ドルの1年契約でツインズと再契約した。 レギュラーシーズンは17勝11敗、防御率3.75と、キャリアハイの2004年に次ぐ成績を残した。オフの11月1日に FA となった。2011年1月19日にツインズと総額1650万ドル出来高の2年契約で再契約。同年は33試合に登板し9勝13敗、防御率4.30でシーズンを終えた。 2012年オフの10月29日に FA となった。2014年2月27日に現役引退を表明した。ありがとうございます。